どうだ、そろそろ探偵業には慣れてきたかな。なるほど、実感がないか。君にはこれから大いに働いてもらわなくては困る。うちの事務所のモットーは。すみません。うちの事務所のモットーは、来る者拒まず、去る者追わず、働かざる者食うべからず。これは私の父の教えでもあって。ちょっとすみません。新聞の勧誘ならうちは間に合っている。いや、そうじゃなくて。で、消火器もネット回線もありがたい壺もうちにはもうすべからく揃っている。悪いが他を。ここ探偵事務所ですよね。だから電脳探偵事務所ですよね。実は依頼したい仕事があって。僕お客です。依頼人です。ようこそ信頼と実績のクレミ探偵事務所へ。ご依頼内容をどうぞ。つまりハッカーからデジモンキャプチャーを購入する予定が、逆に電子マネーと激レアデジモンメダルを奪われたと。そうなんです。デジモンキャプチャー安価にてお譲りします。この甘い言葉に騙されて。本当最低ですよ。最低な行為です。人のマニア心につけ込むなんて。マニア心です。そうです、マニア心。マニア心ほど繊細なものがあるでしょうか。手に入れたいものはどんな危険を冒しても、どんな手段を使っても絶対に手に入れたい。あわよくば保存用とか鑑賞用とか普段使い用とか、いくつでも手に入れて大切に大切にめでていたい。そんな繊細で崇高でちょっぴり切ない大人のマニア心をくすぐって、あんなことするなんて許せない。絶対に許せない。お話は分かりました。つまり奪われた激レアデジモンメダルと電子マネーを取り戻してくれと、そういうことですね。電子マネーなんてどうでもいいんです。デジモンメダルさえ、あの子さえ無事に戻ってくれれば。ご依頼承りました。そのマニア心に報いるよう全力を尽くします。というわけだ。おそらく犯人はメダルそのものが欲しかったのではない。激レアなメダルを換金するのが目的だろう。デジモンメダルを売買している店はこの中野にもあったはずだ。まずはそこを当たってみるのが近道だろう。聞き込みを頼む。私はその間にデジモンメダルについて調べておくことにするよ。あいにく私はその種のマニア心は持ち合わせていないのでね。
What?
準備できてるよ。
無視とか失礼だろ。えい、私たちの大勝利。よう、探偵助手、元気にやってるみたいじゃねえか。ん？上白とナイルコープの件はどうなったかって？そいつは目下調整中だ。今回は別件でな。こちらが今回の依頼者、君の友人、さくら君の保護者だ。あなたがさくらの同級生の？さくらから話は聞いていました。そうね、あなたになら話しやすいわね。実はさくらが家出してしまったの。最近どうにも様子がおかしくて心配はしてたんだけど、まさかこんなことになるなんて。お母さん、様子がおかしいというのは具体的にはどういう？それが部屋を暗くして音楽の映像を見てるんです。朝から晩まで同じものを繰り返し繰り返し。部屋からは出てこないし、学校にも行かなくなって、さすがにそのことを叱ったら家を出て行ってしまったと。そうなんです。それで警察に相談に行ったら、刑事さんにここを紹介していただいて。しかし、どうしてわざわざ私のところに？実は似たような依頼が最近随分来るんだが、この件となるとどうにも上の腰が重くてな。腰が重い？ああ、家出の原因になったと思われる音楽の映像引っかかったんで、ちっと調べてみたんだ。そう、俺様の新曲、切ないハミングバード、お気楽にしびれて、ユーたちも俺様のわら人形になっちまいな。これです、さくらが見ていた映像です。どうやら説明の手間が省けたみたいだな。最近このジミー・ケンとかいう小僧を率いるハッカーチーム、デモンズの犯罪行為が手に負えなくなってきてやがる。しかもだ、この大掛かりな電波ジャックからして、かなり大口のスポンサーが背後にいると俺は睨んでる。そのせいで警察の腰が重いと。ええ。大掛かりな電波ジャック、大口のスポンサー、警察の捜査の鈍化、上白ですか？確かな証拠はないが、おそらくな。上白ってエデンを運営しているあの娘の？お母さん、娘さんのことはお任せください。我々が必ず見つけ出します。どうか安心してご自宅でお待ちください。さあ、そこまでお送りしましょう。
君は又吉刑事から詳しい情報を聞いておいてくれ。神城が絡むとどうしてもな。前に一度俺がやらかしちまったからよ。何より俺が下手に動くと上に潰されるのがオチだ。公務員の苦しいところだな。そこでだ、今回はお前さんの能力に頼りたい。いやいや、話は全て京ちゃんから聞いてる。お前さんにどういう能力があるかってこともな。お前さんが戸惑うのも無理やねえ。けど上城の摘発は俺と京ちゃんの悲願なんだ。一丁前に正義ってやつに燃えていた俺からその理想と尊敬する先輩を奪った。それが上城だ。京ちゃんから聞いてないか。クレミ探偵事務所を開いた俺の先輩で元警官京ちゃんの親父さんは上城に消されたんだよ。もちろん確実な証拠はねえけど、上城は俺と京ちゃんにとって仇なんだ。どうしても上城の尻尾をつかみたい。ここんとこ活発に動いてる上城とお前さんの能力、今がチャンスなんだ。俺に、いや俺と京ちゃんに力を貸し、ありがてえ、頼んだぞ若いの。今又吉刑事とすれ違ったのだが、何かあったのか。目に涙を浮かべていたように見えたが。ふん、又吉刑事、熱い人だろ。君の能力コネクトジャンプが犯罪スレスレであることはあの人も分かっている。まだまだ子供の君に頼ること自体本当はやりきれないはずだ。ただあの人にとって上城に迫ることはそれだけ重い課題ということなのだよ。おじさんは本当は私のことも巻き込むべきではないと思っている。しかし私自身が上城に迫ろうとしているからな。それならばいっそ巻き込んでいった方が万一の場合に私を守れる。そうか、まったく、ああ見えて熱い人なんだよあの人は。むさ苦しいほどにね。すまない、おしゃべりが過ぎたな。さて話を本筋に戻そう。君は行方不明のさくら君について手がかりを追ってくれ。どんな小さなことでもいい。彼女が立ち寄りそうな場所を調べて痕跡を見つけ出すんだ。その間に私はジミー・ケントやらのこの不快な映像について調べておく。おおよその察しはついているが、検証を怠ると命取りにもなりかねない。有能な助手を私の怠慢で失いたくはないのでね。こんなところで。そっか、電脳探偵のお仕事中ってわけね。ねえねえ、虫眼鏡とか声を変える機械とかは使わない感じなの？え、そんなことより。何よそんなことよりって、超自分勝手な感じじゃん。地味犬の PV？ 地味犬について調査してるわけ？あんな奴の PV なんて見るわけないじゃん。だって実物あれだよ。もう思い出すだけで虫唾が走るっていうか、腹渡が煮えくり返るっていうか、体がほてり出すっていうか。
だってまあ、ほらあれよ、曲自体は嫌いじゃないし。え？体に不調はないかって？そんなの全然ないよ。今日も朝から TKG 山盛り食べたし。え？さくらって知ってるかって？それって熱烈なチミケンファンのさくらっちのこと？てか知ってるも何も私友達だよ。ちょっと前までチミケンの曲で一緒に盛り上がったりしたし。さくらっちがどうかしたの？ひょっとして家出しちゃったりとか？だって家出するチミケンファンの子が最近多いんでしょ？なんか噂で聞いたよ。ただの噂だと思ってたけど本当だったら一大事だね。警察出さなよ警察出さ。うわ警察沙汰。私さっきなんて言った？さっきもそう言ったもん。それでサクラッチがどうしたの？何よそれ、気になるじゃない。待ってよ、ね、ほら待って。どうしたんだよこんなところで。けどちょうどよかった。さくらのやつ今どこにいるか知らねえか？いや別に深い意味とかないんだけどさ、ここんとこ様子が変だったしちょっと気になるっていうか。なに？さくらが行方不明になっただ？ちょっと、それどういうことだよ。詳しく聞かせてくれよ。地味犬の PV？ そういえばさくら、ちょっと前に悪魔巡礼がどうのこうのって言ってた気がするな。悪魔巡礼ってのは、地味犬に選ばれたファンだけが参加できる、実際に地味犬に会えるイベントらしい。まさか、さくらのやつ、あのバカ、周りはハッカーだらけなんだぞ。そんなとこに一人で行ったら危険に決まってるだろう。さくら、今行くぞ。待ってろよ。
た感じ。しかしクーロンって何度来ても危険な香りがするよね。安心してよ、ノキアは僕たちが守る。電脳空間ならノキアと一緒にいられるからね。アグモン、ガブモン、あんたたちってば本当。ねえノキア、ちょっとあれ。桜は俺が。ちょっとストップ！あんたたち何やってんのよ。その光るあれは何よ。まさかこのご時世に拷問とか。おいおい、なんだよ姉ちゃん、こいつの知り合いか。なんてひどいことを。許せない。許せない。へえ、だったらどうするの。やるの、やるの、やっちゃうの。そうよ、やっちゃうのよね、君。さすがは電脳探偵。よし、やっちゃえ。え、ノキアはやっちゃわないの。そうよ、私はやっちゃわないのよ。そうだよ、危ないしやっちゃわないよ。ノキアは安全なところで友達が戦うのをただ眺めるだけだよ。え、それって本当に友達なの。友達ってそういうものなの。はう、かう、うう、あ、私ってば、なんかマジで DMN な感じじゃん。てか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 、ちょっと僕らの存在ガン無視ですか。ふざけんなよ、やっちまえ俺。無視とか失礼だろ。逃がさないでくれ。そいつがさくらの居所を知っているんだ。わかったわ、アグモン、ガブモン。かっけーん、承知。あれをよこせ。早くよこせ。あれですね。受かりましたよ。やったぜ。じゃあ何、君はサクラッチの居場所を探るためにデジモンキャプチャー詐欺にわざと引っかかったってこと。けどこの通りまんまと返り討ちだよ。けどさ、まで手に入れたかったデータって一体何なわけ。なあ、お前にこれを。それがデモンズのアジトだ。きっとそこにサクラも。あっかん。
ちょいと無茶しちまった。アカウントがボロボロだぜ。けど、俺のことはいい。早く、さくらを見つけ出してくれ。あとは、任せた。ねえ、ノキア、どうしてあんなに盛り上がってるの？それはね、彼らが思春期真っ只中だからよ。思春期真っ只中？青春一直線とも呼ばれているわ。青春一直線？それって前に言ってた中二病とは違うの？そうね、似てるけど、中二病があれやこれやでジョグレス進化すると青春になるの。よくわかんないけど、人間って面白いね。うん、そうよね。Who are you?
だてめえら。俺様の悪魔巡礼に殴り込みた。いい度胸てか、ある意味逆にロックじゃねえか。おお、てかおめえあん時のデジモンごときで目くじら立ててたアイホエールガールじゃねえか。アイホエール、ねえ君、意味わかる？うわ、目くじらだからアイホエールとかって、サップ超絶サップって何してんの？これこれってテレビカメラ？ひょっとして今まさに絶賛 DJ 中ってこと？ちょっと待って、それって今私の顔が全国のお茶の間に？は、私まだ準備が、謎の超絶美女としてランチタイムの話題を独占する心の準備が。バーカ、そのカメラは俺様だけに向けられてるんだ。俺様の魅力だけを映し出すカメラだ。けど街とかで流れてた映像は PV だったのに。ライブはな、生で聞かねえと意味ねえんだっつーの。この悪魔の藁人形たちはよ、 PV の魅力に疲れてここまで聞きに来たのさ。今によ、もっともっと大勢の悪魔の藁人形がよ、俺様の音を聞きに来るぜ。何言ってんのよ。この子たちがここにいるのはあんたの PV に込められたサルモネラ効果だってネタは上がってんだからね。はぁ、あ、んだよその効果は。それ言うならサブリミナル効果じゃねえ。それよそれ、サグモン、ガブモン、そのカメラ壊しちゃえ。あー、信じらんねえ。 UFO I ぶっ壊してんの？それはあの人が俺っちにくれたんだぞ。大事な大事なスイートメモリーなんだぞ。あの人が俺様の曲をもっと大勢の人間に聞かせるべきだって言ったんだ。あの人が俺様はもっと人気者になるべきだって言ったんだ。あんたのその失敗した歌舞伎役者みたいな顔をこれ以上お茶の間にさらすわけにはいかないわ。はぁ、失敗した歌舞伎役者だ。あ、それかなんか有名なバンドのパクリでしょ。アメリカとかイギリスとかなんかそっちの欧米的な方面の。確かリップだかキックだかルージュだかベージュだか。はぁ、ババパクリなんかじゃねえし、許さねえ。いや許せねえ、今度こそ絶対に容赦しねえ。アグモン、ガブモン、準備はいい？今度はみんなで友達を助けるのよ。え、けどさっきは…すっきゃりゃー！ソウルライブの終幕だ！
チファイヤー。そこまでだ。え あんたたちは。ジニーはん、どうにもこうにも情けない姿どすな。バッチはそもそも
アンさんみたいなパチモンを使うこと自体反対だったんです。ちょ、ま、いい、なったー、ロッケンロール。こういうの汚い花火って言うんでしゃろうな。ちょっとあんた何してんのよ。これから私がいろいろ問い詰めてやろうと思ってたのに。深入りは禁物どす、ブッサイクなお嬢はん。え、ブサイクって私のこと？あんたバカ、ブサイクじゃないです。ブサイクって言った方がブサイクなんです。っていうか深入りってどういうこと？それってあんたたちがこの件になんか噛んでるっていう。ブッサイクなくせに無駄に構えお嬢はんどすな。そのヘラズ口塞いだります。よし、いざ勝負。下がってて。見てて。プチファイヤー。見てて。フェイ、それくらいにしておけ。飽きまへん飽きまへん。こないな程度、このドブスなアホ娘には全然答えてまへんわ。やめろと言っている。それとも君まで僕に逆らうのか。ちゃいます。そんなわけあらへん。わっちがアンさんを裏切るわけあらへん。いけず、言わんといて。今回のことは僕の不始末だ。すまない。彼は純粋に客を呼びたくて電波ジャックという方法を使ったんだ。上城の連中にそそのかされてね。結局あの男も上城の駒の一つに過ぎなかった。それらのアイディアを吹聴したのがおそらく岸辺理恵。電波ジャックを可能にするプログラムを渡したのも彼女だろう。それじゃあそのことを地味犬に証言させれば。それはできない。なぜなら彼はあくまで彼の意思で行動していたんだからね。五催眠で少女たちを操っていたように彼自身も巧みに操られていたんだ。てかユーゴ、君はどうしてそんなこと知ってるわけ？ブッサイクなお嬢はん、言いましたやろ、深入りは禁物どす。君の端末に現実世界の少女たちが集められている場所の位置情報を送っておく。後始末をさせてすまないがよろしく頼む。行こうフェイ。ちょっと待っておくれやす。わっちは弱いもんとブッサイクなもんが好きで好きで仕方おまへん。壊しとうて壊しとうてたまらんくなるんだす。
すぐ終わったら手加減しまへんで。なんなのあの女。ユーゴといい、カミシロといい、なんだか複雑なことになってきちゃったね。はっ、そうだった、地味犬の悪魔巡礼のみんなを助けに来たんだった。サクラッチ、ポメラニアン効果のみんな、大丈夫？なるほど。では無事にサブリミナル効果で洗脳された連中を助け出せたわけだ。けど、入院だなんて。心配することはねえ。抗催眠の味なんか専門家ならすぐに解けるはずだ。それより君の方こそ大丈夫なのか。ハッカーたちに手ひどくやられていたそうだな。俺は全然大丈夫だ。そんなことより俺、さくらんとこ見舞いに行ってくる。やっぱりどうしても心配なんだ。春が青いな。さてと、事件の核心部分について聞かせてもらおうか。うん、君たちの報告をまとめると、つまりこういうことになる。デモンズとカミシロは共謀していたと。しかし一連の事件すべての背後にカミシロがあったとすると、その目的は一体何だ。我々は何かを見落としている。それともこれから我々の前に姿を現すのか。情報の少ない今の時点で結論を出すのは危険か。見落としているのか、これから現れるのか、2つの可能性に留意し調査を進めていくことにしよう。今回はご苦労だったな、シラミネ・ノキア。君にも礼を言っておこう。はい。ねえ、ちょっといいかな。外で話したいことがあるんだ。外で話したいことがあるか。これも春の青さですね。それはそうと、おじさん、例のカミシロとナイルコープの一件、何か進展は。まあそう焦るな。今慎重に外堀を埋めてるとこだ。ほら、昔から言うだろ、せいてはことを子孫じるですね。あのね、私ね、私、あのハッカーたちのこと絶対に許せない。あんなに可愛らしいデジモンを手足のように奴隷のように好き勝手使うなんて。それにデジモンたちが哀れで不憫でかわいそうで。実は私、君のこと見てたら自分も何か行動しなきゃダメだって思ったんだ。ただ見てるだけじゃダメなんだって。こんな私にも何かできることがあるはずだって。今は具体的に何ができるかは思いついてないけど、ひらめいたら真っ先に君に知らせるから、楽しみにしててよね。よし、やるぞ。私のエルカワボディに秘められた力を最大限に引き出すの。シラミネ・ノキア。